ただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと急いでるんでタクシー使おうかなと思って長浜駅で歩いた方が早いですよって言われて一方通行もあるし、まあそうですね、確かに。今日ちょっと趣向三種盛りにさせていただいてます。最初の一つは、福井のアジですね。マアジ、ちょっと梅肉と、大葉とあとちょっと浅月ですね、巻いてます。天然のビワマスのなめろうですね。はい、まだこの柔らかにですね、全部味ついてます。そのまま召し上がってみてください。もう福井の味なんかは何もしなくても美味しいんで、軽く塩して脱水だけかけて、もう、あの梅干しもうちの母親が漬けてる梅干しなんですけど、あ、そうですか。あの福井の紅刺しっていう本当はあの田舎の梅干しっていう感じで、僕ね大好きです。変にその蜂蜜とかああいうカツオとかはないでしょ、ね、本当にあの田舎のおばあちゃんが漬けたっていう感じで、琵琶湖が見えてちょっとテンション上がりました。そうですね、ちょっとビワマスも今はもう10月から禁漁に入ってるんですけど、ね、9月のうちに結構たくさん取れるんで、あの漁師さんからたくさん仕入れて、あのマイナス40度の冷凍庫で、まあ、どんな新鮮なやつでも1回冷凍かけるんですけど、ね、うん、あの殺菌のために。琵琶湖って古代湖なんで、あの結構昔からあのある湖で、なんか固有種の小さい魚いっぱいいるんですよ、ね。でそういうあの小魚とか琵琶湖にしか住んでないエビとか食べてるんで、他のマスとちょっとその食べてるものが違うという、それで多分マグロっぽくなるみたいな話を聞きますけど、タコはあの三河の方ですけども、あの、ね、古い仕事ですね、江戸前仕事。うん、美味しいです。あれですか、あの、はい、ジューベイさんが兄弟子、はい、兄弟子ですね、1年兄弟子で、あの北海道の寿司伝時代の、北海道と東京の方の寿司伝にも行ってたんですけど、その北海道時代に兄弟子であの1年先に入ってたんで、いろいろあの教えていただいて、そのご縁でちょっとあの、ね、ちょっと北陸の魚を教えてもらいにジューベイでやってたんですけど、まだ僕行ってた時はあのジューベイの親父さんが元気というか、まだ今も元気なんですけど、そうですね、瞬間燻製の2種ですね、カツオのたたきとしめ鯖ですね、はい、両方ともあのちょっと1分間だけ燻製の煙に当てて燻製粉をまとわした2種で、カツオの方が桜のチップですね、で、サバの方が、ひっこり、あの鬼ぐるみっていう、それぞれ書いてるんですね、違うやつにしてます。油のちょうどいいさ、はい、このぐらいがちょうどいいし、これ以上油っぽいと、はい、じゃあまずおすすめですね、はい、松の深さ香水ですね、純米大吟醸、せっかく滋賀来ていただいたんで、滋賀もお酒ばっかりで、今日ありがとうございます、嬉しい。あ、夏江酒造さん、綺麗なお酒ですね、あのグラスもいいですね。あ、ありがとうございます。これはあの地元の黒壁ガラス館っていうところ の、 あのガラス作家さんのものです、ね。これめちゃくちゃ絶妙なあれですよ。光り方というか。そうです、クリスタルなんですね。すごい純度も高い。綺麗。はい。お酒入れるとまた輝きますね。そうなんですね。だから滋賀のお酒って結構米の味がしっかりしてて、あの、まあ、水と米の性質なんでしょうけど、あの北陸とかに比べると結構しっかり系が多いんですけど。これ相当しっかりしてますね、はい、味も。出せないんですけど、この葉っぱがすごい美味しくて、春菊みたいな。
琵琶湖のうなぎになりました。限定焼きですね。白焼きとちょっとタレ焼きで、はい、2色で限定にしてあります。ってことは天然なんですね。天然です、はい。ですよね。いつも入るわけじゃないんで。そうですよね、はい、今年見ても3、4回しか入ってないぐらいなんですけど、いいやつもうまいらしいんですけど、これぐらいのサイズが一番うまい。地焼きですね。地焼きです。蒸し焼きしてないです、うん。また綺麗ですね。そうですね。また違う作家さんですけど、黒壁ガラスの作家さん。綺麗だ。あんまり三河と街道に引っ掛けないやつ。生まれながら自由っていうのは地元の長浜の佐藤酒造っていう昭和の頃に大きい会社になりまして。ああ、相当。がっつりな。がっつりな。ちょっとこういううなぎとかがっつり系のもあるかなっていう、はい、うん、まあ、ある意味田舎臭い感じなんですけど、いや美味しいです。こういうやつ美味しいですよね、うん、日本で一番新しい酒蔵が佐藤酒造さん。そうですね。焼酎の佐藤たちはまだ関係ないですね。お店の由来って何なんですか。よく聞かれるんですけど、もともとうちの隣の通りが浜教育通りっていう通りで、はい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 、で、もう勝手に子供心に浜教育通りの寿司屋だから教育寿司なんだなと思ってたんですけど、なんかどうやらなんかうちの方がちょっと早かったらしくて、その商店街ができるのも、はいはい、じゃあなんで教育寿司なんだみたいな話になって、おじいちゃんあんまり喋るじいちゃんじゃなかったんで、もうそう思った時には亡くなってて、いろんな人の話聞いてると、おそらくここら辺の守護大名で、京極家って、京極高次っていう、京極家っていう戦国武将の家柄があって、うん、そこら辺にちなんだんじゃないかっていう話で、織田家、豊臣、徳川っていろんな、君主変えながらずっと栄え続けた、家柄なんで、だから長続きするようにとかっていう意味でつけたんだろうなっていう、ちょっと孫の願望も入ってますけど。謎。失礼いたします。次のお料理でございます。アワビですね。アワビの姿に、エゾアワビです。ちょっと江戸前仕込みの煮アワビの要領で、もう水と塩と酒だけで柔らかくなる前に詰めていったアワビで、アワビから出ただしをちょっと崩で溶いて安眠してあります。フカヒレの姿にみたいな。そうそうそう、ちっちゃいけど味が濃いんですよね。うん、おお、美味しい。ありがとうございます。この後お寿司入らせていただきます。はい、よろしくです。ただ、おしぼりを取り替えとお寿司の覗きお願いね。はい。ちょっと先に切り付けしてですね、本マグロの赤身ですけど、しばらく昆布の上で漬けにさせてもらいます。昆布の上で漬けにする。昆布の上で漬け、これすごい、あんまりやらないですね。やらないですね。近所は近目金時とか、なんかそんな名前です。こう三日寝かしてありますけど、京極寿司っていう寿司屋、そのまま名前も継いでるんで、やっぱおじいちゃんの代から
酢飯をあまり大きく変えることはしたくないなという気持ちもやっぱありますね。ノドグロです。はい、石川県ですね。はい、今日4日ほど、はい、冬場が旬とは言われてるんですけど、まあ、年間通して深海の水温冷たいところにいますんで、大体北陸とか、まあ、日本海中心でもらってるんですけども、大体7やったら1キロぐらいのサイズ指定してまして、大体これぐらいだったらもうあんまり冬場と遜色ないですね。だいぶじゅわっと、そうですね、中心やはい、予想外でした僕は今日。あ、本当ですか。北陸のネタバンバン出てるなと。そうですね。常温で一晩寝かしたんですね。ちょっと取れたてのプリプリっていうと新鮮感もあるんですけども、一晩ぐらい寝かせるとほどよく柔らかく甘みも増すんで、生きがいいからプリプリですか。生きがいいからプリプリですね。手でのビオマスですね。さっきちょっとなめろうでもお出ししましたけど、ちょっと漬けにしてます。お醤油に少しポン酢を加えて、水のポン酢ですね、水ポン酢に少し加えてさっぱり気持ちにつけたんですよ。水あるだけ。今のしたことチーズの茶碗蒸しなんですけど、あらら、すごいですか。上にただの白子ですね、焼き白子にしてあります。で、中の底の方になんですけど、滋賀県のチーズ職人さんで岡部津彌子さんというチーズ職人がいまして、はい、そこのスタッフさんが作ったチーズをそこに入れてるんで、すごいっすね。今度味が変わってくるかなって。ジャーン蒸しのチーズってかなり思い切りましたね。面白いっすね。ホワイトソースみたいな印象に。すごいですね。いや、美味しい。結構若い人にいけるかなと思ったんですけど、意外と年配の方もすごい評価してくださったんで。スマホで生まれちゃっちゃうんですよ。わけわかんないです。いいか、よくわかんないんだろうね。説明が必要です。新鮮かもしれない。いや、めちゃくちゃ新鮮ですね。香りか、最後、昆布っていうのは。あとにほんのりですね。ほんのり。旨味っていうよりはもう、ほんと、風味がちょっとスラッとくるかなっていう。でもなんか、それプラスするって、すごいですね。いいと思う。ブランドとかって感じじゃないんだけど、結構手で、ほんとに。Thank you.
直したら多いんですけど、こうやってやるとあの身の表面積が多くなるんで、その時々の季節のあのサバの味をしっかり味わっていただけるかなというのがありまして、本当身がボリューム感が出る。そうですね、ボリューム感出るのと、質の質感とか油とか、そっちをどっちかっていうと感じていただけるかなと思います。今の季節だけ限定なんですけど、イクラの二色丼ですね。あの秋鮭のイクラとビワマスのイクラ、うちでは黄金イクラって呼んでるんですけど、こっちですね。はい、あのどっちも生すじこをほぐして作ったんですけども、マスのイクラなんて食べないですね。今年なかなか取れなかったんですけど、そのさっき言ってたちょっと沖島のあの魚屋さんが破裂する感じのプチプチ感。そうですね、プチプチ感と結構あっさりしてるんですよ、味自体。こっちはちゃんと卵黄っぽいですよね。そうですね、もともとまだ量産とかもそんなにあのビアマスとかビアマスの下に商品価値あると思ってなかったら、はい、ね、実際やっぱちゃんと丁寧に仕込んでやるとなんか美味しいし、他のイクラとかとはなんか違う味なんで、もっとミート、卵黄と、はい、細巻き、ちょうどいいくらいです、ね、やっぱなんかどれもシャリの美味しさが最初にきますね。あ、そうかもしれないですね。東京とかじゃなくて、やっぱ地方地方のやっぱ特色とかってあると思うんで、そんなに違和感がない程度の、あの特色が出てた方がいいかな。はい、あの皿熱くないんですけど、お寿司熱いです。あの関西の蒸し寿司をちょっとイメージしてですね、アナゴ自体はあの三等分の炊き方で煮るだけですね。煮穴子、これは、三重県の伊勢若松ですね。あ、ちょっとずつ召し上がった方がいい。一口ちょっと危ない。熱すぎるんですね。うちの酢飯なんかこれやっぱ合うんですよね。あれめちゃくちゃうまいです。島だ、こういうのもちょっとせっかく関西に来ていただいたんで、いやー、いいですこれ。親父なんですけど、ありがとうございます。そう、大将も逃げられるんですか。うちの相手はもう逃げ方忘れました。各位も似合わなくなったんでねなんか逆にもう若い子から見ると、なんかうちの親父みたいな感じの職人が新鮮みたいで、大将かわいいとか言い出してどこ見たらかわいいのかわかんないですけどなんかね、若い子が見るとやっぱ大将かわいいよね。かわいいですかわいいこれ2種類ちょっと焼いてまして、そうですよね、あの関東風と関西風両方焼いてまして、あの意外と珍しいですよね、全国でもあの2種類焼いてるた寿司屋、ね、今の10名も塚田さんからあの教えてもらったのはこっちの江戸前の方なんですよ。でこっちの方はあの10名の親方、あの先代、うん、親さんの方に教わってたあのちょっとカツオだし効かした甘めのだし巻きですね。ちょっと懐かしい感じがする。こっちもせっかく習ってきたし、作れるんだったらどっちもあった方がいいなと。すごいですね、もう手間っていうか、すごいですね、2種類作るってなかなかですよ。そうですね、うまい。これあの芝海老じゃなくて、あの甘エビ、さっきも言ってましたけど、ちょうど芝ってなんか関西のようなちょっと中部のような北陸のような、なんか結構どこからもつまはじきにされるような県なんで、どっちつかずの滋賀県国でいいかなって結構寛容で、結構もともと外からの文化を取り入れて自分の文化にするっていう、あの新種の気象みたいなのを近江の動きに言うんですけど、なんかその感じであの外からのものとかに対してあんまり抵抗感がないんで、滋賀県で江戸前って言ってやってもそんなにあのみんななんかそれとはならなくて、あ、こういう食べ方もあるんだねみたいな、結構受け入れる土壌が本当にあったんですね。あの阪神ファンと中日ファンと巨人ファンが同じぐらいいるんですよ。あ、そうか。で、阪神ファンが来た時に、
阪神巨人戦見ながら戦い合うみたいな、ね、それ巨人ファンもいるんですか。私もいるんです。そうですか。長嶋さんが本当だこの抹茶ってめっちゃうまいです、ね、あ、本当ですか。もう本当寿司屋の素人デザートですけど、寿司店行った時に最初も1年ぐらいずっともう魚とか触らせてもらえずにずっとデザートとかなんかもうシャリ炊きとかそっちの方やってたんで。いらっしゃいませ、うん、Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mana, what I've become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds. Have a toast for those lost old eyes.